さて、今回はここの例文に注目して新しいことを習っていこうね。これはあなたのボールです。これはあなたのボールですか ?This is your ball.No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 .N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 . ここの例文にも出てきている何々ですかと尋ねる文を疑問文って言うんだよ。文の最後は今までみたいにピリオドをつける代わりにクエスチョンマークをつけるんだよ。疑問文を読むときは文末を上げ上,上詞で読むんだよ。is などの b 動詞 お、i s this などの主語の前に出すことで疑問文が簡単に作れるんだよ。それでは例文を見ていこうね。これはあなたの犬です。これはあなたの犬ですか ?This is your dog.Is this your d o g this your dog?Is this your d o g 習った 肯定文っていう文を疑問文に変えるときは、B 動詞 is を文の一番最初に持ってきて、そしてあとは残った単語をそのまま後ろに持ってくるだけだよ。注意してほしいことは、is は文頭に来ると文章の一番最初だから、 大文字になって、This の T の文字は、小文字になるんだよ。そして最後に忘れないように、クエスチョンマークをつけてね。赤いところに気をつけながら、もう一度聞いてみようね。このように、何何ですか と尋ねる文を疑問文って言って、文の一番最後には、今まで使ったピリオドの代わりに、クエスチョンマークをつけるんだよ。疑問文を読むときは、文末を上げ上詞で読もうね。そして作り方は、いつなどの B e 動詞を、t h i s などの主語の前に出すことで、疑問文が簡単に作れるんだったよね。